お世話になります。ヒトリーでございます。もうすぐ配信される冠の雪原の新情報がテレビ番組ポケンチにて公開されました。冠の雪原の目玉要素、大学アドベンチャーの情報がほとんどだったようです。もうすぐ配信なのでわざわざ動画にする必要がないと思いましたが、かなり衝撃の情報もあったので今回はダイマックスアドベンチャーの仕様をまとめました。そもそもダイマックスアドベンチャーとは何かというと、改めて説明すると、ポケモンの巣穴を4人のトレーナーと協力して調査し、最奥部に行くと伝説ポケモンを捕まえられるという要素です。まあこれは知ってるとは思いますけどね。で、今回はより具体的な工程が明らかになりました。まず前提として自分のポケモンは使えず、そんな技構成もしっかりしていないレンタルポケモンで戦いに臨みます。まあここはすでに公開されてましたね。そしたらマックスレイドバトルで回復はなしで連戦するわけです。ポケモンを倒すごとに捕獲することができて、そのポケモンを使ってその先を進むこともできます。なので回復なしでもあまり問題がない仕様ということですね。まあ場合によっては木の実も手に入れられるようで、ちょっと回復したりできるみたいですけどね。そして敵のポケモンはどんどん強くなっていきますが、バリアがなかったりと難易度はそれほど高くないような感じでした。さらにこれは以前の動画でも考察しましたが、やはり NPC はちょっと強めで、一人でも十分攻略できる仕様とのことです。さすがにあの NPC でやらせるのはきついですからね。なので友達はいりません。で、一番奥に着いたら伝説ポケモンとこんにちはできるみたいですね。一番奥にたどり着くまで何戦するか明確になってはいませんが、そんな10戦とかまで戦うことはなく、3、4戦くらいでいきそうなニュアンスでした。ただ負けたら通常のレイドと同じように巣穴から追い出される、つまり最初からやり直しとなってしまいます。で、今回公開された新情報で一番重要なのは伝説が捕獲率 100% ということです。これは私が別の考察動画でも言及していましたが、やはりという感じですかね。なのでおしゃぼとかでも普通にゲットできちゃうとのことです。おしゃぼは大量に用意しておく必要があるかもですね。ただおしゃぼで簡単にゲットできるようになったということは、またおしゃぼ伝説の希少価値が下がったことになりますから、過去作でわざわざ捕まえた人は落胆してしまうかもしれませんね。そしてもう一つ重要なのは、伝説ポケモンは基本的には一度しかゲットできないということです。例えば一度ギラティナを捕まえたら、ギラティナはもうそのデータでは出現しないということです。まあいろいろな伝説を捕まえられるだけでも異常で、これで何度も同じやつ捕まえられたら世界観がイカれてしまいそうなので、当然といえば当然ですけどね。で、皆さんが気になる色違いについてはまだ分かっていません。でも色違いが出るとしても厳選は相当に面倒かもしれませんね。特殊なイベントみたいなものだからちょっと確率が高くなるとかはあるかもしれませんが、1回あたりにかかる時間が半端なさそうですからね。しかもそもそも伝説までたどり着けないケースもなくはなさそうですから、それも考えると途方もないしんどさになることもあるかもしれません。なので伝説色違いの希少価値は継続しそうですね。あ、でもポケモン GO との連携があるんで、どっちにしろ希少価値は下がってしまうのかもしれませんけどね。で、ここまでが今回公開された情報をまとめたもので、私が今回この情報を見て気になったのは3つございます。まずは伝説を捕まえきったらどうなるのかという点です。先ほども言いましたが、伝説ポケモンは種類ごとに1体ずつしか捕まえられないということで、最終的には全部捕まえきるという状態になるわけですよね。そうしたらその全部捕まえきったら、次からは最奥部には何が現れるんでしょうかね。それとも単純にもうポケモンの巣の調査は終了ですと研究員に言われるんですかね。で、ここで私の予想は何の根拠もありませんが、伝説を入手しきったら最奥部には別にレアでも何でもないけど星5に相当する個体値いい目なやつが現れそうだなと個人的には思ってます。あと伝説ポケモンをゲットし終えたら、研究員から特性パッチがもらえるのではないでしょうか。そしたら特性パッチは、夢特性厳選が簡単になって嫌だとの声もありますが、難易度的にはかなり高いけどゲットできなくはない感じで、数もそんなにもらえないからなかなかいいタイミングだと思うんですけどね。まあとにかくここ楽しみポイントだと思います。あとは結局ダイマックスアドベンチャーかそるんじゃねという点です。実際どうなるかはもちろん分かりませんが、今回は結局一人でも十分プレイできて伝説はゲットできるというニュアンスで情報が伝えられていたと思います。ということはオンラインプレイは結局今のレイドのようにかそって誰も来なくて、基本オフラインで一応クリアできるけど微妙に難易度が高くて苦労するみたいな感じになってしまうのではないでしょうか。あの今のきつい NPC でさえオンライン出てくる人はそれほどいないので、微妙に難易度が高い程度だったらみんなが苦しむパターンが想像できてちょっと心配です。最後は伝説は量産ができるのかという点です。今までのレイドは戦う前にレポートを書いて他の人に実質的に配布し量産が可能でしたが、このダイマックスアドベンチャーでもできるかは気になるところですね。結局マルチプレイだったら研究員に話しかけてからやる特殊な仕様だったとしても、ホストの人は終わった後に電源を消せば元通りですから、普通に今までと同じ状況は作れるわけで量産できちゃいそうな気もしますけどね。そしたら伝
伝説は一度しか捕まえられないものの、量産できちゃったらめちゃくちゃ伝説らしさがなくなっちゃいそうですね。しかもそれで色違いが出てきたら、色違い厳選は絶対大変ですが、量産できてしまったらまた界隈が別の意味で盛り上がりそうな気もします。ということで今回はダイマックスアドベンチャーについて紹介しました。なおポケンチでは紹介されていませんでしたが、ボイスチャット機能もつくとかつかないとかのリーク的な情報もありました。このあたりも楽しみですね。まあすぐ配信されるんで、まあ今からアーダコーダ言ってもしょうがないですね。特に今回はポケモン市場でも類を見ない試みだと思いますので、ゲームフリークにとってもアドベンチャーなのかもしれないですね。